こんな感じ。うわ、めっちゃくものす。襟とかちょうどこう。皆さん、大変なことが起こってしまいました。バチです。あー、もう昨日 YouTube 見てしもたから、もう。すいません。お邪魔します。いや、もうほんま昨日見に行かったよかった。もう、これ、現物で見たらこの、これもわかるでしょ。いや、うん、昨日も、見えてたんですけど、ここまではっきり。またね、撮影したらめちゃくちゃ映ってます。あー、そうですか。うん、こういう目に。うわー、これなー、いいでしょう。私、この絵が大好きで。おお。はー、あの後ろ姿、やってきなさい。まあでもあれ、羽織やし、はい、雰囲気ちゃうし、ほんでこれ黒やし。黒やしね。いや、どうかと思ったんですけど、まんま、もう私、この絵大好きで。ほら、この恨んでる感じ。うん。息量ですよ。いいなぁ。だって浴衣作るつもりなかったし。させん。いろいろ、いろいろ、買わなきゃいけないリストは、ね。もう、だって年末、来年まで全部もう埋まってるので、こんな急に埋まるもん。交通事故ですね。本当に事故りました。あ、結構透けるんや。結構ね、このね、あ、いいですね。シャリ感があるから変わり折りですからね。なんかね、この着物自体すごいいいなって思うんですけど、はい、この特徴とか全然聞いてなかったから、ちょっとね、どういうものなのかも知りたいし。なるほど。教えていただきたいんですけど、はい、これね、一応変わりより綿麻なんですよ、うん、一応綿 100% のものもあるけど、うん、まあもちろん向こうのも、うん、コウマジみたいな、うん、ああいうちょっとペタッとした感じでもないから、うんうん、結構さらっと普通の綿 100% でもなってるんですね、うん、でもこれ麻入ってるんで、うん、さらにさらっとしてるし、うん、洗って、うん、どうだろう、まあ多少シワシワになると思うんで、うん、まあ必要だったらアイロンかけてもらった方がそれはピシッとはなります。まあでもお家で洗えるんですよね。洗えます。もう糊付けもよっぽどかな。もう面倒だったらもうキーピングみたいな洗濯機でね、糊入れてもいいと思うんですけど、うん、ちょっとね、この銀のね、糸目みたいな、これがさりげなく入ってるあたりが、もちろん選択できますからね。浴室浴衣作るつもりなかったし、もうかっこいいですよね。でもこれは褒められ浴衣かもね。うん、いや、なんかただね、黒やし、はい、蜘蛛の巣やし、はい、私虫ね苦手。でもこう虫はいないですよね。虫はいないですね。蜘蛛、うん、がいたらちょっと怖いな思って。そこら辺のあのオプションは、あのご自分で何なり、あ、それ富士工房さんではつけてくれるの、このオプション。なんならちょっと捕まえてきますんで。あ、帯もね、かっこいいのいけるでしょう。いや、ほんで今度またあれお世話になるじゃないですか、あれね、ビャー、うん、ビャーのね、あれでこれに合うやつを作ろうかなって、大きいのをもうなんかそれがひらめいてしまって、いかん、マーブル、マーブル、あとはもうちょっと合わせて、この反物に顔が負けるようやったら無理やけど。でもな、いいなこれ。なるほどね。ちょっと当ててもらって、髪見えます。黒かこんな感じ。こここうかな。ここがこんな感じ。ここ、うわ、めっちゃくものす。襟のとこちょうどこう切れる感じかな、うんうん、いや、これでも柄選ぶのも楽しいですね。いや、うん、うん、選んでほしくない、お任せにしてほしい。悩む。あ、かっこいいな。いい、ね、かっこいいね。かっこいいね、これいいな。クモの巣、まあ、こういうのもいいな。
ここでもいいかな。ちょっと紫。ああでもどの道あるか。ちょっとかぶってくるんだな。ちょっと柄の出し方とあと袖のとこもどんな風に出て。はい。でも雪たっぷりあるから、うん、あのちゃんと柄出ますからね。これ袖の長さとかも柄に合わせて。あ、これでも長めのいいかもしれないですね。ねえ。長めの方が好きやから、なんかそういうのもできるんやったら、はい、95% 心は決まってるけど。多分一尺四寸とか四寸五分いけんちゃうかな。その方が長くこれ出るでしょ。こんなんで。雪いっぱい。ゾゾッと。出したいな。その柄の出方によりますけど。ね。いやー、もうすごいねこれ。こんな絵使っていいんですか？野田さんがいいの？これ写してるけど、こんなんずるいわ。みんな欲しいよ。いや、もうレプリカなのかな。色変えてるしみたいな、なんか知らんけど。いや、こんなん絶対ずるいわ。欲しいに決まってるな。まあ、白じゃない方がほら、やっぱりね、まんまより。いや、でも黒にするって思ったんですけど、でもかっこいいですね、やっぱり。ね、糸目がちゃんとこうね、逆に出るから。いや、欲しい、買う。ありがとうございます。はい、ちょっと一回止めよう。あ、これ昨日のやつ、これね、これお金やってはったと思った私。そうかしら。みんな反対したかったけど。そうかしら。似合ってはる、似合ってはる。いい、それいい、似合ってはる。黒は普通？黒は、かっこいいけど。私こっちの方が似合ってはると思う。どっちがお店の人？畳代わり。まあね、それかっこいいですよね。ああ店主買わされるのは全然責任ないから言いたいこと言う。え、これは波の模様なんですよね。わー、かっこいいな。波？大波小波、なんか円。円？よくわからないけど、これ円にしか見えないけどね。あ、ほんまや。はい、こっちは黒なんですよ、一応ね。あ、それはわかる。色の名前。まあ、ほぼもうちょっと濃いけど、ほぼ同じ色で写ってる。かっこいいですよ。これあと照明ね。あ、これね、そう、なんかね、ライブで見た時黒っぽく見えて、はい、いや、これエビ茶じゃないんですか、ね、いや、私この色似合う色。で、この色よく見えなかったけど、こう一応なんかぼかしみたいな感じですよね。ほんまや。もや、あ、私のやつ映像の方が綺麗に写ってる。あら。え、黒にね、その白い模様がバーンしか見えへんかった。多分。あ、でも携帯の加減かな。なんか撮影してる時とその人がテレビで見てるか携帯で見たはるかで色合いが全然違うく見えるみたいだからね。それもかっこいいけど。面白いですよね。見たくない。見せんといて見せろ言うて見せんといて素直ほんでこれが人気の私もこれ知らんかってん全然もうあそこの本田さんの前いつも通ってんのシャー言ってね、つい最近ですよここのやつがこれかと思ってあんな恐れ多くて普通の人はまあ入れないですけどね。今日めっちゃ覗いてきた。入り口のところに箱いっぱい並んでてめっちゃ覗いて、あ、ほんでこの間のあの帯あったじゃないですか。はい、本田さんのあの金魚の黒いやつ、はいはい、いやあれめっちゃかっこいいと思ってやっぱりあれやったんやって。そうなんですよ、黒ね。はあ、すっごいこれ、あ、柔らかいね。これ新之助上布さんの、生地は間違いないですから、これ。皆さん知ってるあの生地。そう、なんかみんなが、あ、新之助上布さんのね、って言ってはって、私だけ分からない。
そうそうって言っとけばいいんですよ、ね、あ、これか。でも触ってやっと分かった。ちょっと張りがあるでしょ。うん、でも柔らかいですね。うん、なんで縮加工してるんでサラッとして洗ってもしわにならないし。いや、こら綺麗やわ。わあ、かっこいい。あ、そう、これめっちゃかっこよかったです。こんなんで、ね、うん、こんなんでもういいでしょ、正解。めっちゃよかった、めっちゃよかった、これ。ほんまに、うわぁ、目に毒やこれ。あかん、あかん、あかん。やっぱり並べたらこっちの方がね、すごいいいと思いました、うんうん、けど、ちょっと私にはまあ、これの方が妖艶な色気が、別に妖艶になりたくないし、ドロ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 、別に多めになりたくないけど、ただあの絵が好きすぎて、雲の巣に誰か捕まらんかなみたいな。ドロ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 、いや、じゃあこれ着てね、出かけたらあの雲の巣のおばはんって言われたら嫌やな、襲って。あ、ほんでね、聞きたいことあったんですけどね、はい、なんか今もしこれを仕立てるってなったら、うん、はい、いつ、あ、お、どうぞおかけください。いつできるんですか？7月、祇園祭りがね、うん、あるんでね、うん、ちょっとあれですけど、まあまあまあ。だって浴衣やし、ね、ね、できたら早い方がいいけど。ダッシュで、ダッシュで、お仕立てはしますよ。ちょっと6月中は無理かな。うん、7月で。まあ、目安だけ ね、ちょっと知りたくて。はい、まあでもこれ YouTube で言うし。あれやけど、はい、あれやけど、前半は厳しいけど、うん、なるべく早めには、うん、まあ、できたらすぐ取りに来ますので、はいはい、もちろんすぐに来てる。そっか、あとなんか聞きたいこといっぱいあって、ほんでね、はい、ちょっとこれ着ていくとか選ぶと思うんですけど、うんうん、もうほんまにプライベートで、うん、遊び着で、遊びね、おしゃれよって感じじゃない。そう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 。でね、季節はこれね、いつ着れます？ああ、季節、季節はね、まあ浴衣ももちろん 7、8 だけど、うん、まあ、6月は早めだから全然いけますよね、うん、いや、ほんでね、今日ちょっと私自分のサイズ知りたいし、はい、これ襦袢に合わせて一回着てみて、はいはい、このサイズが良かったら、はい、このサイズで作ってもらったらいいしと思って、聞いてきたんですけど、でも今日6月でしょ。ね、もう今日6月ですよね。襦袢で襟つけてきていいのかな、6月やいいじゃないですか、6月なら。なんか今年はちょっといい、暑いですよね。え、どっちかというと去年の方がもっと暑かったから。あ、そうですか。解禁がもっと早まってたけど、今年はまだちょっと大丈夫かなとか言いながら来てる感じで、もっと綿朝はね、どん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 本当は早い時期から来てたのに。でも6月になったらだいたい浴衣もうしょうがないよねって感じで来てもらっていいと思いますよ。でももちろんその6月のね、中でもちょっと梅雨でこう気温差あると思うんですけど、ちょっとね寒い時もあるし、はいはい、そう、だからその期間限定で、しかもこの黒でこの柄で、うんうんうん、いや、ほんまに私はちょっと順番間違ってるな思って、他にも買わなあかんもんいっぱいあるし、はいはい、そう思ったら高級着物とかの方がずっと着れるじゃないですか。そうですね。でもどっちかというとまあ着物っぽ、もうがっちり着物と着物っぽく着る浴衣と、うん、なんとなくこう2つ分かるじゃないですか、うん、ああいう織物とかはもう完璧に着物風に着るでしょうし、うん、こういう染め物だったらどういうのかな、うん、そう、本田さんのは特にまあなんていうのかな、夜だけとかじゃなくて、うんうん、昼間から歩いて着れる、はい、全然こう苦にならない浴衣でしょう。むしろこうこういうのとかこういうのとかでもイベントの時とかにどうやっていう感じで着てもらう方が多分もうそうですよね、面白く着れると思うんですよ。いや、これ着てったらみんな喜んでくれはると思う、うん、かっこいいなー言ってずっと喜んでくれはると思う、ね、なんかね、白い浴衣って昼間着たらダメなんですか。ああ、なんかね、あのそういう昔のセオリーってどっちかやったらもう、うん、
新しい感覚でもう捉えてでもいいんじゃないのかなと思いますよね。私はちょっと気にするタイプなんですけど。ああそうですか。浴衣だからねって確かにね。でもまあ襟付きでいけるいけないとかあるし、それこそ足袋ね履いてどうのこうのとかいろいろ問題ありますけど、あんまりもうとやかくもうルール縛りみたいなのももっと曖昧、うん、全然こうここからこうはこうみたいなのはもう全然なくていい時代にいよいよ来てると思いますよ。全然大丈夫だと思う。言い切る来ちゃう、気候に合わせて来ちゃう、それがもうできる時代ですよ。わかりました、でねこれ作るじゃないですか、はいはい、あの一番大事なねお金の話ね、はいはいはい、あの出来上がってから現金でお支払いするんですか、うんうん、クレジットカード？どっちでもいいんですよ。出来上がってから？はい、どっちでも、もう最初に払っておきたいという方はもう最初でもいいし、なんならもうペイペイでも、あ、そうなんですか、はい、いけますし、まあ、でも基本皆さん出来上がった時にお支払いの方が多い。でもバラバラかな。最初に半分だけ払っとくとか、最初にもう払っとかないと気が済まないというか、後からなんかっていうのが、それも分かる、いう方もいるし、もう受け取りの時に持ってこられる方もいるし、わかりました、まあ、っていうのがちょっとね、あの藤井しぼりさんでね、私もともとね、あの合わせの着物をね、作ろう思ってたのに、あれはね、どんどんどんこっちリセットしてあっちまたこう順番考えたら果てしない旅だな。そう、だからねちょっとそれ聞きたかってね、すいません。でもあのあれもまだ染めのところからスタートですからね、だいぶ先ですよね。今染め上げても 2,3 ヶ月かかるんちゃうかな、柄のね染め具合にもよるんだけど、でそっから仕立てて、はい、もらってまあもう 4,5 ヶ月見てですよ。でもその間にお金貯めといたらいいってこと？わかりました、はい、染めてあこれ違うとかねなったら困るしね、まあ、そのあたりはだいぶ先ですよ。もう下手したらもう半年先計画。でも、もう別に10月にと思ってね、仕立てたけど、いや10月暑くて切れへんやん、だったらもう11月とか12月にもう仕立て上がるイメージでって考えたらもう8月、9月あたりでもいいかも。そっか。じゃああっちもちょっと検討せなあかんね。問題は全部お金のことやから。ということでやっちまいました。あーでも出来上がり楽しみです。この柄の出し方が私なんか顔の周りは。結構柄がなくってすっきりしてる方が似合うんかなって思ったり、まあ、そういうこと考えたりするのもとっても楽しいですね。ただなんか着物だけじゃなくて他のこともそうなんですけど、私結構せっかちやからもうすぐ欲しいんですよ。だからおあつらえって結構性格的には向いてないかもしれないなって正直思ったんですけど、あとね着物のサイズのことなんですけど、私も毎日着物を着るようになって少しそのサイズ感のこととか意識できるようにはなったんですけど、やっぱりこうやって改めて採寸していただくっていうのはちょっと緊張しました。であのこの浴衣もそうですけど、最近気に入ってて、あ、着やすいなって思う着物の長さを測ったりとかして、結局相談に乗っていただいて、長さと大きさを決めることができました。着物の着方っていろいろ人によって好みもあるし、帯を締める位置とか腰紐を締める位置もあの好みがあるから、その人の希望ぴったりに作ることってなかなか1回では難しいって聞いて、なるほどなって思いました。さてどんな浴衣ができるか本当に楽しみです。本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。